元気な子どもたちと日々向き合う保育の現場は人手不足にあえいでいます。子どもの思いを受け止めたい、でも人が足りない、葛藤しながら働く保育士たちの一日に密着しました。おはようございます。おはよう。子どもたちが登園してきました。すごい気になる。山口市の湯田保育所。市内の私立保育園では最も多い185人の子どもを預かっています。電話が鳴り止みません。先生たちは子供を抱えながら電話に応対します。発熱があったりとかしたらお電話かけてくれちゃったりしますね。今日休みますみたいな。そうそう、そんな電話も多いです。湯田保育所は0歳から5歳の年齢ごとにクラスが分かれています。入ってくるよね。お腹汁ね。ここは1歳児クラスです。おじせーの、よいしょ、大丈夫、ね、今ちょっと風邪で鼻水出たりとか、あの咳が出たりとか、お子さん多いですね。ちょっと疲れも、ね、出てきてるかもしれないですね。おはようございます。おはよう。おはよう。帰ってからどうですか？疲れてた。やっぱり甘い甘い。あ、本当、昨日も頑張っちゃったっけね。おはよう。でもいい顔してきてくれたからよかった。あれ、山本先生来たよ、けいちゃん。やっほー。山本先生は22歳、保育士になって3年目です。これまでは4歳児クラスを受け持っていましたが、今年度から1歳児クラスの担当になりました。膝立ちとかしてたら穴が開いて、やっぱそういう場面が多い。そうですね、子供の目線で動いたりとかするので膝で歩くことが多いかもしれない。結構体力勝負なところはありますね。毎日クタクタでは。国は保育士1人当たりが見る子供の人数の基準を定めていて、1歳児は保育士1人につき6人。湯田保育所も国の基準と同じ割合で保育士を配置していますが、体制は十分ではないといいます。どこのクラスも大変ですけど、1歳のクラスが一番大変です。で、新しいお子さんも入ってきて、でやっぱり動き出すことも活発にどんどんなっていくので、でも全部ね、ダメだよダメだよって止められないじゃないですか。今のこれが大事で、うん、っていうところを支えてあげたいから、もうヒヤヒヤの、うん、の連続 ですね、だと思います、うんうん。4月の状況の中で6対1なんてね、とてももう、うん、手が届かないというか、手をかけてあげられないかなって思いますね。最初の2年ずっと4歳のクラスにいたので、今もう全然生活も違うし、子どもたちの、そう、目が離せない、危ないこともいっぱいで、うん、声がちっちゃい。ミュージック。3歳児のクラスは元気いっぱい。先生は激しく体を動かして子どもたちの手本となります。こんな感じです。主で僕がしながらの周りのフォローの先生たちで2人で集めてくれながら、あくまで僕が引っ張りながらって形で今は体制になってますね。国は今年度3歳から5歳児の保育士の配置基準を変更しました。3歳児は保育士1人につき20人から15人に、4歳児と5歳児は30人から25人に減らしました。3歳児は55年ぶり、4、5歳児は実に76年ぶりの見直しです。
くしよう。見直しによって国が目指すのは手厚い保育。そのためにはより多くの保育士が必要ですが、現場は人手不足の状況が続いています。私たちの時代は保育園に就職したいなと思ってもなかなか就職できない時代だった。もうすごい昔なので、今はもう本当、学生さんたちが少ないので、逆転してるかなと思うんですよね。もっともっと保育士さんになってほしいなって、でもやっぱり、いつもいつも楽しいわけじゃないし、いつもいつも嬉しいわけじゃないし、ね、それを乗り越えた時に楽しいとかが出てくるんだろうけど、でも本当にね大変です。なの でやっぱ保育士さん少ないです。一歳児クラスは昼食の時間です。大変ですね、いろいろぐっちゃになるのでアレルギーとかもあって一緒になったらいけないので。昼食の後はお昼寝タイム。すぐに寝つく子もいれば、泣いてしまったりまだ遊び足りなかったりでなかなか寝ない子も。全員が寝るのに45分かかりました。先生たちは子どもの様子を5分おきに見守りながら保護者への連絡帳の記入などを進めます。もうちょっといればなって思いますね、それはどういう時に思ったりします？ そういうのって、それこそ今日のお給食の時間だったりとかもそうですけど、あれ危ない時間っていうのはあるので、その時間遊んでる時もそうですね、何かの上に乗ったりとかもあって、そういう時にもっと目があればなとか、もっと手があればなっていうのも、受け止めてあげれないときに、いっぱいたくさん今抱っこしてほしいのになとか、今聞いてほしいのになっていうときに、ここね、しっかりと一人一人受け止めてあげれないっていう、ちょっと思いますよね。ちょっと待ってねっていうことが多くなってしまう。午後はみんなで外へお散歩に出かけます。午後4時半を過ぎると保護者がお迎えに来始めました。今日最後の方までずっと食べよって、自分食べるもの全部なくなって、ママじゃないんですけど、みんな顔してちゃんと入れてもらったらまた食べだして、たくさん食べたね、いっぱい食べたね、今日もいっぱい食べた、いっぱい食べたね。全ての子どもの今日あったことを話せるのは、その様子に常に気を配り見ているからこそ。延長保育の子どもを見届け全員が帰ったのは午後6時半ごろ。山本先生、この日はおよそ10時間の勤務でした。ありがとうございました。一人の仕事量が多かったりとかもしたりするので、その辺、子供が好きだけでやっていける仕事じゃないかなと思うけど、でも子供が好きだから頑張れるっていうのはありますね。人手不足の中で保育士たちはやりがいと大きな責任感を持って子供たちと向き合っています。
うん、何よりも子どもたちの成長を願いたいところではありますが、うん、その子どもを支える保育園の先生たちがいないと手厚い保育も受けられないなと感じますね、はい、子どもを育てる親への支援というのも大切なんですが、それを下支えする先生へのサポートというのもしっかり考えていきたいなと思いますね。そうですね、まあ、女性が活躍すればするほど、ね、保育園が預かる子どもが増えて、うん、そうするとまた先生が足りなくなるというスパイラルには陥っているんですけれども、うん、先生の破れたズボン、あれがね、全てを物語ってるなというふうに感じましたよね。では改めて国が定める保育士の配置基準を見ていきましょう。それがこちらです。今年度変更がありまして、3歳は20人から15人に、4歳5歳は30人から25人となりました。しかし1歳児クラスの現場からは、国の基準通りの人数では子どもたちに十分手をかけてあげられないという声が上がっています、はい、そこで県は今年度0歳から2歳児クラスの保育士の数を国の基準より増やしたいという園に補助金を出すなどの支援を始めたということなんです、はい、課題解決に向けて行政が動き出したわけですけれども、うん、手厚い保育のためには何より人手不足の解消が課題です。待遇面や働き方の改善など、さまざまな角度からの対応が求められています。